吉永武氏は日本の競馬騎手、調教師。1943年に日本競馬界で騎手デビュー。兵役を経て1947年により復帰し、1965年までに重賞3勝を含む通算276勝を挙げた。騎手引退後は調教師に転身し、1992年の阪神3歳品馬ステークスを制した末広城を、らを手掛けた。 1999年に定年引退。長教師通算成績は7,493,670勝内 GI 競争1勝を含む10章13勝同じく中央競馬機種、長教師であった吉永忍は重邸。自身の門下生であった河村義彦は娘婿。宮崎県北諸方郡高城町出身。近郊の三股町には、 競馬場があり、農家であった父と、おじは使用する馬をそこで走らせていた。吉永はそれを頻繁に見物し、また近くの中屯地にいた群馬の美しさにも惹かれ、将来に騎手を志した。尋常小学校卒業後、同県出身の騎手、北村松尾の紹介で、日本競馬会、函館競馬場に所属する田中立次郎厩舎に入門。 翌年、より大きい級者で騎手になった方がいいという田中の配慮から京都競馬場の大久保亀寺級者へ移った。1943年4月に騎手見習いのままデビュー。5月29日、京都競馬場の障害競争において騎乗は東北ひ踏みで初勝利を挙げた。翌1944年より平役につき船舶部隊を経て、 広島の無線通信部隊配属となる。翌1945年8月6日、当時の駐屯地であった広島女子商業学校内で、アメリカ軍による原子爆弾投下に遭遇。同校は爆心地から七三を隔てた影になっており、行動内にいたことも幸いして、重傷を免れた。一方で、放射線による影響からか、以後疲れやすい体質になったという。 戦後、1947年より正式に、機種免許を取得し復帰したが、馬不足に加え、賞金が安かったこともあり苦しい生活が続いた。1949年に、小倉競馬場の渋川旧作旧社へ移籍。渋川旧社では、主戦機資格として偶され、1951年に、鉄の花で、関西の山菜王者戦、阪神山菜ステークスを制し、 重傷初勝利を挙げる。以後た松橋記念、木更木賞と計3つの重傷を制した。騎手として通算276勝の成績を挙げ、1965年に引退。同年、調教師として阪神競馬場に急車を開業する。これといったつてがなく、管理場は雨ばかりであったが、1972年に YM チャイナで重傷初勝利を挙げて、以降は、 数々の管理馬が、重症戦線で活躍した。1970年代から80年代にかけては、玉の冠名で知られた、三木道夫所有馬の主戦級者として、阪神三歳ステークス優勝馬玉も朝日、阪神品馬特別に優勝したほか、大賀賞2着、エリザベス女王杯3着などの成績を残した、玉もことぶき、京阪杯優勝馬玉もリマンドといった馬を手掛けた。 玉森マンドの母、生駒英エも、吉永の管理場であり、玉森マンドの、他国倉大将店優勝はグレートファイター、大賀賞2着のクイーンリマンドといった産区が、吉永の管理下にあったが、活躍が増すにつれて、産区の価格が高騰し、第4個からは、馬種に損をさせない、安い馬で勝つという方針に至っていた、吉永の手を離れることになった。その第四区、 アグニス・レディはクラシック競争の優秀品馬に優勝、さらに同馬の決闘からは孫世代まで3大連続でクラシック優勝馬が生まれている。1979年には超強技術賞を受賞。1981年には32賞を上げて勝利度数ランキングで関西5位につけた。1991年には自己最高の34賞を上げ、 翌1992年もグレード制導入後、自身初の GI 制覇となる、阪神3歳ヒンバステークスを含む33勝を挙げた。調教師生活の晩年に至るまで20勝前後の安定した成績を保っていたが、1999年2月28日をもって定年により調教師を引退。通算成績は7497,670勝。 最後の管理場の一頭だったスマートボーイは伊藤慶造級者へ移った後重を勝4勝を挙げた。同馬は伊藤の実家であるグランド牧場で売れ残っていた馬であり、アンタレスステークスで重勝初勝利を挙げた時には伊藤からこれもみんな先生のおかげですと謝辞を送られたという。出展、長教師の本セブン216から229ページ。重勝賞力場馬出展。 日本中央競馬会公式サイト引退調教師名鑑吉永武資格ページありがとうございます